かくれんぼさ。隠れている俺を見つけりゃ元の場所、時間に戻してやるよ。俺はこの世界で一番確かなものの姿をしているぜ、アーバよ。おい、誰か！学校の体育館でクラスのみんなと映画会の準備をしていたサトルは、黒猫の誰かに不思議な世界に連れて行かれた。真っ暗な森の中で出会った子供たちは、サトルの学校の6年生たちだった。だがみんなはサトルを知らないという。そして香織と一緒に龍の館へ行くようにと言い出した。原作岡田純、脚色佐藤博美、2分間の冒険、連続10回、第2回。龍の館？いいよ、一緒に行っても。本当？よかった。じゃあサトルさん、香織と頼むわね。それじゃあ僕らはもう行こう。え？みんなは松明を手にするとそそくさと立ち去ってしまった。広場には一本の松明と香織と悟るだけが残された。ずいぶんみんな慌てているんだな。あなたってどういう人なの？断ることもできたのに。え？何も知らないで引き受けたの？龍の館ってところまで君と一緒に行くんだろ？それって大変なことなの？館に行くというのは龍の生贄になることなのよ。あなたも生贄になるのよ。僕も生贄？そう。そんなことなんで？誰だっていつかは龍の生贄にならなきゃいけないって決まっているじゃないの。知らなかったの？二月前には茂木と美代が言った。茂木と美代？あなたの知らない私たちの村の人よ。知ってる、学校で同じクラスの。言いかけてサトルはやめた。ここは別の世界なのだ。もっといろいろ詳しいことを知らなくてはいけない。サトルは自分を落ち着かせた。竜とか生贄のこと詳しく話してくれない？本当に知らないの？竜は生贄を出せという印に二月に一度二つの家に矢を射るのよ。その人たちは竜の館へ行かなければならない。そしてその矢が今回は2本とも私の家に刺さっていたの。君の家に住んでいる人の中で二人っていう意味じゃないの？え？誰だって一つの家に一人で住んでいるじゃない。じゃあお父さんやお母さんなんかはどこにいるの？それは何？え？どうなってるんだこの世界は。子供は子供だけで暮らしていて、それじゃあ大人はどこにいるんだ？とにかく二本の矢が刺さった。そうなの。それであなたにって。みんな行きたくないのよ。だから私の家の二本の矢ももしかしたら誰かが自分の家から抜いてもう一本が刺さっていた君の家に。そんなこと言ってないわ。ねえ、もし僕が行くのをよしたらどうなるの？ダメよ、もう決まったんだから。あなたは行かなきゃならないわ。じゃないとたたりがあるわ。ひどいことになるのよ。どんなこと？よくはわからないわ。でもたたりはあるわよ。どうして？掟だもの。竜の掟は絶対よ。あ、竜の掟は絶対。それじゃ竜こそこの世界で一番確かなものじゃないか。なんだそうか、竜と一緒にこの世界から消えて元の世界に戻ることになっていたのか。よし、それなら。ねえ、僕もしかすると君を竜から助けてあげることができるかもしれない。どうしたの急に。それは無理よ、きっと。大丈夫だよ、任せてよ。ああ、ほっとしたよ。え？何か食べるものないかな。僕お腹がペコペコ。よく物を食べようって気になるわね。袋の中にパンと干した肉と瓶に詰めた水があるわ。
寒いな。あ、びっくりした。香りか。昨日の夜、袋の中にあったマントにくるまって毛布を上からかけて二人寄り添って眠ったのだった。ここは一体どういう世界なんだろう。竜の生贄だなんて、そもそも竜なんているのか。サトルは改めて目の前の香りの寝顔を見た。そうだ、もしかしたらこの香りが誰か。そういうことだってある。今すぐ抱いて捕まえたと叫んでみようか。サトルは体を起こした。もし誰かでなかったらどうする。冗談じゃ済まされない。誰かは竜のはずじゃないか。何をブツブツ言ってるの。え、ああ、起きたんだ。置いていくつもり。大丈夫、一緒に行くよ。北へ向かって行けば2、3日で着けるはずよ。二人は毛布を片付けると出発した。君たちはさ、子供たちだけで暮らしてるって言ってただろ。子供たちって？つまり僕たちくらいの年の人間。大人ってわかる？さあ。君は誰から生まれたの？生まれたって？いや、それじゃあいつから君たちだけで暮らし始めたの？いつからって、ずっとよ。誰か君たちの世話をしてくれる人がいただろ。例えば僕たちが食べたパンと肉は誰が作ったの？誰も作らないわ。あるのよ。君の着ているワンピースは？君の白い靴は？このマントは誰が作ったの？それとも誰かが持ってきてくれるの？私をいじめてるの？違うよ。じゃあ君たちは村で朝起きてから夜眠るまで一体何をしていたの？遊んでいたのよ。遊んでた？ずっと？勉強もしてないの？ちょっと聞いてみてもいい？ 8×7 はいくつかわかる？ 56 よ。 8×8 は？ 64。 どうして8の段ばかり聞くの？どこで習ったの？だって一日中遊んでいるんだろ。習わないわ。とにかく知っているのよ。何？あなたと一緒にいると竜の館へ行くってことが嘘みたいに思えてくるわ。その日は一日中森の中を歩き続けた。あたりが薄暗くなった頃、やっと香りは立ち止まった。今夜はここで泊まりましょう。香りは手際よく木の枝をほうき代わりに落ち葉を吐いて掃除し、そこへ途中で拾ってきた枯れ枝を積み上げた。そしてマッチ一本で火をつけて焚き火を作った。小枝に刺してパンとお肉をこうやって火で炙って、その方がきっと美味しいわ。こういう風に外で過ごしたり食事をするのって慣れているの？うん、初めて。どうしてやり方がわかるんだろう。そうした方がいいって思うのよ。もうそろそろいいわ。はい、パンとお肉、熱いわ。ありがとう。おいしい。あ、いた。手、どうかしたの？トゲが刺さったの。え、本当？それを抜いてあげたら望みを叶えてやる、なんて言うつもりはない？どうして？そんなこと言ったやつ知ってるからさ。誰？誰か。誰かじゃわからないわ。だって誰かって名前だもの。その人、サトルさんの好きだった人？冗談じゃないよ。ほら、僕トゲ抜きを持ってるんだ。どうしてそんなもの持ってるの？ちょっと深いわけがあってね。サトルは差し出された香りの手を取った。柔らかい手だった。トゲは右手の親指の付け根の膨らみに刺さっていた。
見えないトゲって知ってる？知らない。じゃあ、抜くふりをするだけで抜けるトゲは？知らない。あ、それ、心の中に刺さったトゲってこと？心の中に？なるほどな。抜くよ。えい、痛い。あ、ごめん、うまく抜けなかった。ねえ。ん？サトルさんのこと、サトルって呼んでいい？え？ねえ、いい？あ、いいよ。もう一回抜くよ。ほら、抜けた。ありがとう。香りの匂い、いい匂いだな。だから香りという名前なんだ。次の日も、サトルと香りは落ち葉の降り積もった森の中を歩き続けた。夕方のことだ。急にあたりが真っ暗になった。ひどい雨と風だわ。あそこの木の下行こう。二人は大きな木の下に駆け込み、マントをつけた。足元の地面がまるで顔みたいになってる。ねえ、行きましょう。もう少し待とうよ。行った方がいいって思うのよ。ここは危ないわ。待てよ。膝まで水が来たわ。足が動かない。とにかくここを抜け出さなきゃ。僕の手に捕まれ。香りが足を滑らせて悟が支えようとした瞬間、二人は流れの中で転んでしまった。数メートル流されて、二人はどうやら立ち上がった。あ、袋が流されていく。取らなきゃ。ダメ、早くここから出なきゃ。二人は這うようにしてようやく向こう岸へたどり着いた。なんでこんな目に遭わなきゃならないんだよ。これでも行った方が良かったっていうのか。ごめんなさい。ごめん、泣くなよ。サトルは震えながら泣いている香りのマントの紐をほどいてやった。こんな濡れたマント役に立たないだろう。ねえ、寒い。最高。どこかで体を乾かさなきゃ。サトルは濡れて重くなった二つのマントを左肩にかけ、右手で香りの肩を抱いて歩き出した。体がどんどん冷たくなっていく。このまま夜になってしまったらと思うと、寒さに恐ろしさが加わった。あ、道だわ。え？草が生えていない硬い土、これ道よ。二人は足早にその道をたどった。やがて目の前に山小屋風の古い家が現れた。入り口の隙間から明かりが漏れている。助かった。ええ、ごめんください。部屋の中では石造りの暖炉が赤々と火を燃やしていた。その前に灰色のガウンを着た髪の白い人が向こう向きに椅子に座っていた。ごめんください。すみません。その人がゆっくりと振り向いた。ただいまの出演、サトル田村睦美、香里桑島宝子、公平渡辺明乃、涼子川澄彩香、誰が高戸康弘、語りは今井智彦でした。青春アドベンチャーを終わります。